久保さんこれ5万7000回ぐらい回してますねすごいですねでさらにちゃっかりね大草原の小さな家多くの方に見てほしいです全編280は完全収録で1万8000前後という価格アマゾンアフリエートリンクですねアマゾンでしっかり売ってますねコンプリートボックスアフリエートしてますねいいじゃないですか5万7000回 すごいま、ねうん、あほんとねな何でもはいけますよねうん何でもいける、うん、何でもいけるんだけども何でもいかないからみんな何でもいかないからね何でもいけるんだけど何でもやんないからあれでございますよ あれ、久保さん、あれですね。あの <laughs>、<あの笑>これ、スクショ、あの、スクショ BM になってるな。スクショ、僕の BM になってんじゃないですか。あ、この、ミサノブルーですよ、僕。そう。すげえ、久保さん。これだ、これ。久保さん、これ、これですよ、僕が買ったの。ミサノブルー。うん、ちょっとこれでドライブしましょう。 オープン多分気持ちいいと思うんですよね。しかもあの、Z4 の開封、まあその最新のやつですね。まあ今回のやつは。その10秒、10、10, 10秒、10秒ぐらいで、ウィーンともオープンになるらしいんで。うん。そう。で、まあ50キロ圏内だったら多分閉められるのかな。うんそう。結構まあ最新ですから。まあちょっとその、キットのやつも、多分キットのやつも確かオープンできますん、ね。全部外せば。確か。 まあちょっとこめんどくさいと思うんですけど、まあ、10秒でボタン1個でこう、ウィータークいますんで。そう。だからその、Z4 だと、その <laughs>、あの動画もあるんですけど、その、開封してるだけのやつですね。そオープンにする瞬間、ウィーンって、このコマ30秒、10秒のこの動画でまあ、ま、あ回してる。Z4。Z4 オープン。オープン。開け方。こうし、 オープン開け方そうオープンにする姿しまう瞬間これ2万回ぐらい再生されてるな BMW Z4 オープン時に注意すること4万回です <laughs> BMW Z4 オープン時に注意することあとね僕 Z4 を選んだ理由ってうんそのオープンカーってそのシリーズもんでその何だろうな Z4 って結構もう 結構定番なんですよねオープンカーで、まあ、選べるものって本当に限られてるのでだからオープンカーを探す人って必ず多分必ずじゃないけども Z4 入ってくるはずなんですよ物がないんでオープンカーのね車種がで一応その前シリーズでね Z4 は廃盤もう作られないんじゃないかってなられて今回しかも今回の Z4 っていうのは トヨタのスープラと共同開発っていうところで生まれた部分もあって結構その意味深というかトヨタとっていうところでまあ今後ね、まあ、Z4 また新しく出てまたモデルチェンジして新しいの出てくるかわかんないですけど Z4 は Z4 なんですよ Z5 にならないんですよねモデルチェンジはするけども Z4 は Z4 だずっと Z4 のキーワード使えるんでうんだからなんだろうな これちょっと僕いっぱいありますね動画うんそううん <laughs> いや気持ちよさそうだなオープンかはいということでまあ何でも金になりますのでまあでもやらないですからねみんなみんなやらないんで まあ、やったもん勝ちですね。いってらっしゃい。